どう？見た目からまずそうな料理食べるな危険。出荷するわ。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、夏の月27日目。え、何？ヤーメイさんがまたいるぞ。どうしたどうした、しかもなんか怒ってそうな音楽なんですけど。おはよう、ヤーメイさん。ワッドはなんじゃ、失礼なやつめ。せっかく秘密道具をまた一つ返してやろうと思ったのに。何？連続で。ほんと？ちゃんと頑張っているようだからな。秘密道具を返してやる。またドラえもんに預けているから取りに行くんだ。ドラえもんの秘密道具なのに。何の秘密道具なの？尋ね人不石器と言っていたな。くれぐれも振り回したり危険な使い方をするんじゃないぞ。ありがとう。分かってるよ。ありがとう、ヤーメイさん。礼などいいから仕事に戻らんか。頑張るよ。走ってった。尋ね人ステッキ、誰かを探したい時に役立つかも。ドラえもんが持ってるって言ってたな。この調子で頑張って他の秘密道具も返してもらおう。他の秘密道具も返してもらおう。まあいいんやけどさ、尋ね人ステッキとは一体どういう時に使うの？だって誰がどこにおるかって別にさ、マップ見ればわかるくない？え、そういうことではないの？ちょっと私にはいまいちわからないんだけど。ここや。ごめんね、またしても外で。とりあえず、はい、餌だよー。あ、間違えた。よしよし。さあ、よしよし、ここはもうよしよし。さあ、ということで、じゃあドラえもんのところに行こうか。ドラえもんはどこにいるの？ちょ、待って、私のどこに置いてきたんでしたかしら。ピチョンコ、なるほど、ピチョンコへ向かおう。あ、ついでに、ついで。あ、いたいた。よしよし。ちょうど扉の前に。ドラえもん、自然タウン東ね。ドラえもん、どこだい？早いね、帰ってくるの。決して散歩をしているわけではない。いつも散歩してんじゃないの？違うの？ドラえもんどこ？まだ、あ、いた。ドラえもん。これ、前に言っていたものあげるね。尋ね人ステッキをもらった。どうやって使うのこれ。初めて尋ね人ステッキを手に入れた。ねえ、どうやるの？教えろや、おい。教えろや、おい。とりあえず、尋ね人ステッキ。尋ね人ステッキで、これで居場所がわかるらしいけど、とりあえずじゃあ静かちゃん。あ、すげえ、こういう感じでってこと？こっちの方向、どこやねー。こっち？あ、セルーヌさんの家におるってことかな。じゃ、なんか指し示すの遅くね。ほらほらほら。こういうことや。え、反応してくれない。あ、外せばいいのね。あら？のび太さんが朝早いなんて。ほっといてください。寝てるみたいだからそっとしておこう。てか前に話していた尋ね人ステッキを渡そうって言われてもさ、ドラえもんとは話してなくない？さあ、それじゃあちょっと私はお昼寝で。今日日曜日よね。食べ物屋さんは開くのかしら？あ、回転するする。16時ぐらいにしておこうかな。あ、でも18時にしたら道具屋さんも開くんかな。ってことはそういうことだわ。18時と。よっと。18時にしては明るいな。夏だからか。こんな明るかったっけ、いつも。どうも、みんな。もうご飯食べてないよ。てか、のび太いつも食べてないよ。はい、買います。ってことで、調理器具増やそっかな。レシピも買いたいけど。あ、作物も買えるのか、ここで。なるほどね。調理器具買う。じゃあ、麺棒、オーブン、泡立て器、鍋セット。
次は鍋な気がするけど、高いな。とりあえず、あ、でもオーブン？オーブン買おうっと。これ結構でかいんじゃない？火を使う料理はお任せあれ。火加減を間違えないでね。絶対でかいよね、これ。レシピは？オーブン買ったけんさ、よもぎパンとかどうなの？わからんけど。チーズケーキとかさ。いい感じ。あ、ちょっと暗くなってきた。病院は何時までしとんやっけ？あ。はあ、17時までしか空いていないだと。なんてこったい。もう閉まってしまっている。じゃあ待って、とりあえず家に帰ってさ、私。違う。違うよ。あっちだよ。あの、なんだった？あ、そうそう、どこでもドア。どこでもドアの名前を忘れるとはどういうことだい？ん？何？何何？のび太くん、どうしたの？ドラえもん、さっきタスネビトステッキを渡したよね。うん、渡されたよ。タスネビトステッキの使い方はわかる？さっき使ったけど一応教えてじゃ。うん、教えて教えて。それじゃあ早速使ってみよう。めっちゃ時間差で来るんやね、使い方教えてくれるの。タスネビトステッキを使って誰を探すか選ぶんだ。なるほど。相手を選ぶと、その人がいる方向にステッキが倒れるんだ。あとはステッキが刺す方向に進めば、目的の人と出会えるはずだよ。これなら街中や森の中を一から探さなくてもいいね。まあ、確かに、マップとかで見ても、そこの街の中におるっていうのは分かっても場所が分からんけん。それは便利なんかな、一応。ここにいる間はのび太くんが使っていいからね。まあ、ドラえもんから渡されたからね。有効活用しよう。私に有効活用ができるかどうかは知らんがな。おお、だいぶ変わったね。え、これであれはよもぎパンとか作れないの？てか、よもぎパンのレシピどんな感じ？これは？ああ、綿棒がいる。綿棒がいるよ。つらーい。でもなんか、台所が充実してきてすごく嬉しい、私は。非常に嬉しい。ちょ、待って、はい。そろそろ中に入っておこう、ワンコや。え、入れな、びっくりした。入れんのかと思った。よいしょ。さあ、そして、今日はちゃんと、はい。今日はちゃんと中に、連れて帰ります。オッケー。さあ、これで、大丈夫でしょう。2日連続でヤーメイさんが来るとは全く思わなかったな。ね、ちょっとびっくりしたんやけど、普通に。腹っぱき、あ、びっくりした。2人揃っておるんかと思った。ちょ、待って、とりあえず。あ、どんどん暗くなっていく。ちょっと待って。私はお買い物がしたいんです。あ、でもこの時間ってことはもう閉まってる。あ、閉まってるわ、よろしくない。くっそー、なんてこったい。ということはだ。てか、早くね、牛とかを買わないと、あの、牛乳とか、チーズも作れんしね。作れんしね、よろしくないんですよ。だってレシピもさ、なんか、なんていうの？あ、てか、鍋ないんか、私。卵とか持ってなかった。卵とさ、フライパンで卵焼きとかできるんじゃないの？ほらほら、自由に作ってみよう。せっかくこうやって充実して生きよるのに何も作れないっていうのがすごく悲しいんですけど、フライパンでさ、きっとできるよ。ほら、君ならできる。うわ、怖い。はてなはてなはてな。失敗したらどうしよう。あー、失敗。何今の、この世のものとは思えないようなものができたんだけど。あ、でも一応なんかスタンプついたね。初めて料理をした。そっか、家の中というか、牧場ですることっていうのもスタンプがあったんやっけ。どこ？このさ、
これもうちょっと早く動いてくれたら嬉しいんだけどな。嬉しいんだけどな。とりあえずお買い物と仲良くなるが成功したけん、成功っていうか全部揃ったけん、次はどれ？1年通したらこのイベント系もできるかな。あ、牧場スタンプこれや多分。あ、ほらほら、これの料理を作る。あとは牛を飼って羊を飼って、あ、で子供たちを産ませんといかんのか。ひよこはとりあえず鶏がもう1羽いる。ちょっとまずそうな、これ食べれるんかな。どう、見た目からまずそうな料理食べるな、危険。出荷するわ。出荷する。あー、食べる、食べた、食べたよ、大丈夫。あ、死んだんですけど。死んだんですけど。え、あー、病院で目覚め。やばー、自分で食べた料理を食べて病院に担ぎ込まれるってよっぽどじゃない。急にいた。いや違うよ、疲れじゃないよ、疲れじゃないんだよ、ごめんなさい。これからは気をつけるように。疲れてきたらご飯を食べるか昼寝をする。わかったね。ご飯を食べたら倒れたんです、私。よろしく。ほら、こうやってよろしくって言いながらまたどっか行くんやろ、静香ちゃんも。じゃあ私はこれで、ほら。ありがとう。ほら、すぐに去っていく。あ、しかももうこれは次の日になっているではないか。なんてこったい。私は急いで帰ろうと思います。私は急いで、よかった、イベントの日とかじゃなくって。まあイベントの日でもあれか、一応時間は午後とかやろうけど。ふう、大変な一日。え、ってか半日、半日ぐらい私は気を失っていたということ。あのまずそうな料理を食べて、なんか来たんですけど。スネオ、ちょうどいいところに。伸びたじゃないか。私の牧場ですからね。スネオ、どうしたの。レスターさんがまた美味しいものが食べたいって言い出してさ、さっきご飯食べたばっかりだし甘いものでも作ろうかと思ったんだ。いいね、甘いものいいじゃない。何作るの。リンゴのタルトさ。ここの森のリンゴはとっても甘くて程よく酸味が効いたお上品な味なんだ。やっぱ材料はちゃんといるんやね。僕ちゃんが作るのにぴったりだろ。興味なさそう。なんだそのつまんなそうな返事は。のび太はどうせ暇でしょ。リンゴ取りでも手伝ってくれよ。ドラえもんに手伝ってもらおう。3人でやったらきっと早く終わるよ。2人だけで集めるのは大変じゃない。レスターさん大食いだからな。確かに2人じゃ集めきれないかも。だったらドラえもんにも手伝ってもらおう。きっといい秘密道具あるよ。それはいいね。早速ドラえもんを探しに。どんな秘密道具があるの。リンゴを集める。僕がどうしたって。ドラえもん、ドラえもん。のび太くんにスネオくんも。スネオがリンゴのタルトを作るから森へリンゴを取りに行くんだ。それは美味しそうだね。でも秘密道具で作るんよね。リンゴは簡単に集まる秘密道具とかない。そんな都合のいい秘密道具あるか。本当はあるんじゃないの。ないってば。でもリンゴのタルトは食べたいし、自分も食べるつもり。しょうがないな、一緒に行くよ。あ、普通に手伝うってことか。みんなに分けるとは言ってないんだけどな。よね。ドラえもん食べる気満々やけど、もしやのび太も。なんかリンゴとかなっとったっけ。見たことない気がするけど。みんなで手分けしてリンゴを集めようよ。きっとその方が早いからさ。じゃあ僕はあっちを探してくるから、二人はこの辺りをよろしく。本当に集めるんだろうね君。さて、じゃあ僕たちはこの辺を探そう。あるの。何、どうした。ママはいないよ。大変、今のはスネオくんの声だ。どうしたんだろう、蜂じゃない。クマ、クマだ、クマが出た。クマ、なんだって。本当や、でかいクマ。ドラえもん助けて、食べられちゃうよ。そうはさせるもんか。なになになに。おお、それで追い払うと。これでクマを撃退するんだ。ねえ、君がしろよ。任せろ。えい。
そう。あ、去ってった。まあ、でも空気だから大丈夫なのか。どんな問題？危ないところだった。スネオくん大丈夫？助かった。もうダメかと思った。それにしてもなんでクマは突然スネオを襲ったんだろう。そんなの知らないよ。ん？ない、ないぞ。どうしたのスネオ？ハンカチがどこにもないんだ。きっと逃げるときに落としちゃったんだ。集めたリンゴじゃないんかい。ハンカチくらい諦めなよ。あれはイタリアの有名デザイナーに刺繍してもらった特注品なんだぞ。そう簡単に諦められないよ。でも森はクマがいるし、探しに戻るのは危ない。一度町に戻ってハンカチはまた今度探そう。そんな、リンゴも集め損ねるし、今日は散々な目にあったよ。諦めるのリンゴ。ハンカチはいいんだけどさ、リンゴは。終わり。今日のところは僕らも帰ろう。ちょっとかわいそうだけど僕らも帰ろう。リンゴのタルトは諦めたんですか？ていうかちょっと牧場まで送ってくれないですかね。こんなところで急に現地解散されても困るんですけど。連れてこられて現地解散されましても困るんですけど。まったく。いやでも野生のクマとかも出たね。これからも定期的に出るんかな、猿みたいな感じで。あれもきっとよく出てくる野生動物の一匹だと思うんだ。ってことはもしや。みんな原っぱ広場に集まってるんだけど、今日何かあったかしら。今日何かあったかしら。ちょっと待って。今日夏の月の28日だよね。今日収穫祭。そういうことか。なるほどね。はい、ということで、じゃあ今回ちょっと盛りだくさんすぎた。イベントも忘れるほどに盛りだくさんすぎた。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、どんどん動物出てくるね。猫も出てきたし、熊も出てきた。まだ他の動物おるんかな？てか冬になっても出てくるんかな？冬眠とかある？